N2P の村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、全国一斉健康力テスト&食後血糖値タイプ判定、サントリー健康茶です。サントリー健康茶 LINE 公式アカウントと友達になり、テストや検定を受けると LINE ポイントが当たるキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい、 LINE での健康力テスト、体内の仕組みを知ってもらって、若干不安になって健康に気をつけてみるかっていう喚起を行って、最終的にはサントリーの健康茶を飲んでもらおうというようなストーリーになっていると。結構その普通に問題を解いていくだけではなくって、タイムアタックもついていて、でさらに当然クイズなんで正解数っていうのもあるんですけど、その2つで得点が決まって全国の10位まで出るというような内容になっています。健康力をチェックした後に LINE のポイント、インスタントウィンっていうような形になってるんですね。この辺はなんかサントリー健康茶毎度おなじみっていう感じなんですけど、 LINE ポイント、インスタントウィン、LINE キャンペーンみたいな。そしてもう一つキャンペーンが走っていて、同じ形で食後血糖値タイプ判定っていう血糖値の注意喚起っていうのをコンテンツがあると。当然食後の血糖値対策ができる商品が一緒についているわけなんですけど、その辺が LP であんまり押し出されてない、左ここに出ていますね、今ね、イエボンプラスっていうのがそうなんですけど、そこまでこう商品に飛ばすような形にしていないというところですね。その商品の首掛けでキャンペーンを押した方がアプローチできるということなんでしょう。じゃあ一つずつやってみますかね。 LINE で友達になるポチ、すでに僕友達なんで健康力テスト、こっから参加できます。下から参加できると。あら、一回やったやつだ。でもう一度テストに挑戦か。はい、出てきます。でこれちょっと上の方に URL が書いてあって、 AnyBot っていうの .me っていうのがあるんですけど、この AnyBot というツールでキャンペーンスキームが作られているっぽいですね。 AnyBot ってちょっと調べると、 LINE でチャットボットの自動接客したりとか、ミニアプリが作ることができるサービスで、そのチャットボット機能っていうのをうまく使ってテスト形式にしているんだと思います。でじゃあちょっとやっていきましょうかね。血糖値は血糖中に含まれる何の濃度、ブドウ糖じゃん。あ、で右上にちゃんとタイムアタックがついています。じゃあどんどんやっていきましょう。血糖値が上がりにくいのは野菜じゃねえかな。高血糖値が続くと進行するのは糖尿病かな。血圧はどんな圧力、血圧、壁を押す力、血管年齢を表すのはどっち、血管の硬さ、歯周病血糖値の関係値について、歯周病がブドウ糖が出て血糖値が高くなる、腸内変スタート、さらに腸内もあるんだね、小腸、便秘を解消役立つのはどっち、タンパク質、食物繊維ですね、体内に吸収されると何に変化する、脂肪が中性脂肪に変化します、内臓脂肪がたまると洋梨型、リンゴ型になります、食べ過ぎに注意したい油はどっち、飽和脂肪酸、満腹だと感じ始めるのは食べ始めて15分から20分ぐらいかな。はい、こんな感じでできると。正解数はもちろんのこと、タイムアタックも今右上にぐるぐる回ってたのがちゃんとなされて点数が出るという形になってます。でそれのランキングまでついている。じゃあもうこのランキングを高めるためには明日ももう一回やってみようかなって思わせる工夫になっていて、でさらにもう一度テストの挑戦の下に LINE ポイント抽選があって、1日1回これでポチッと押すと LINE ポイントがもしかしたらもらえるかもよっていうようなインスタントインが走っていくと。抽選中、この抽選中のところにこう商品の訴求がついているわけですね。で残念ながらハーズレで、これ明日もできるし、でさらにキャンペーン同時開催している食後血糖値にも飛ぶことができると。こちらも判定いただいたら LINE ポイント50ポイント当たるチャンスなので、ダブルチャンスになってるわけです。でこっちをやっていくとこういった結果画面が出て、こちら診断になっていると。この辺も商品があまり書いてない。で結果画面で生活習慣のアドバイスをちゃんとしてくれる。でその上でアドバイスをしたら普通は健康茶を飲みなさいみたいなのが最後についているかと思いきや、ここでも商品は出てこず、あくまで自分の問題点と自分のタイプと、そして解決法を書いているだけになっております。キャンペーンに商品を強く押し出しすぎるとブランドロイヤリティが上がらないっていう、天下のサントリーさんが出した答えなんだと思います。欲張りすぎずに健康注意喚起に集中しているデジタルプロモーション、これであなたの企画もネクストステージだ。
ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。